24個の頂点からなる、このグラフで、青い9個の頂点の集合が、極大独立集合である。グラフ理論における独立集合、または安定集合は、一つのグラフ内で互いに、隣接していない頂点の集合である。すなわち、頂点の集合を V で、V の任意の二つの頂点をつなぐ辺が存在しない、場合を言う。透過的に、 そのグラフの各辺の高だが一方の単点のみが V の元である。独立集合の大きさとはその中の頂点の個数である。極大独立集合とは任意の他の頂点を追加すると、その集合に辺の両単点が含まれてしまうような独立集合である。最大独立集合は与えられたグラフ G の最も大きな独立集合であり、その大きさを α と表記する。 このような集合を求める問題を最大独立集合問題と呼び NP 完全問題である。したがってグラフの最大独立集合を求める効率的なアルゴリズムは存在が疑わしい。与えられたグラフが特定の大きさの独立集合を持つかどうかを判定する問題を独立集合問題と呼ぶ。これは計算上そのグラフが特定の大きさのクリークを持つかどうかの 判定と等価である。このことは、グラフが大きさ k の独立集合を持つとき、その保グラフは大きさ k のクリークを持つという事実から導かれる。独立集合の決定問題は、NP 完全問題であることが知られている。最大独立集合と極大独立集合は異なる概念である。極大独立集合は、他の もっと大きな独立集合の部分集合とはならない。極大独立集合を求める問題は簡単な、ドン法で多項式時間で解くことができる。ある集合が独立であるとは、そのグラフのホグラフのクリークと同値であり、二つの概念は相互的である。実際、十分大きなグラフで大きなクリークがない場合、独立集合は大きくなる。このあたりは、 ラムゼイ理論の主要研究テーマである。ある集合が独立であるとき、その補集合は、頂点被覆である。最大独立集合の大きさ α と最小頂点被覆の大きさ β の合計は、そのグラフの頂点数となる。二部グラフでは、最大独立集合の頂点数は、最小辺被覆の変数と等しい。他の独立集合の部分集合になっていない。 独立集合を極大であるという。そのような集合は支配集合でもある。グラフは最大で 3n3 個の極大独立集合を持つが、多くのグラフの極大独立集合の個数はそれより少ない。n 頂点のヘイログラフでの極大独立集合の個数はペラン数列で与えられ、n 頂点の道での極大独立集合の個数はパドバン数列で与えられる。 したがって、どちらの個数もプラスチック数1.324718のべき乗と比例する。NP 困難な問題を扱うアルゴリズムでは、極大独立集合をリストアップする処理をサブルーチンとして使うことが多い。ありがとうございます。